ナミッシュモクザメスファーナトゥーズは、シュモクザメ科に属するサメの一種。西部大西洋、ベネズエラからウルグアイの沿岸で見られ、濁った水域を好む。小型で、一般的には1.2から1.3メートル程度で、ある。他のシュモクザメ同様にハンマー型の頭部を持つが、本種の頭部は、前円がこうを描き、中央と左右に、へこみがある。体色は金色で、これは、 餌の車エビカや生詰めの一種が持つ色素に由来する。この体色は濁った水中での保護色となっている可能性がある。体制でメスは毎年5から19匹の子を産む。個体数が豊富であるため南米の漁業上の重要種で食用とされている。近年は乱獲によって個体数が減少しており、IUCN は保全状況を近全滅種としている。 形態的には非常に特徴的な種であるのにもかかわらず、その分類には大きな混乱があり、未だ完全には解決されていない。1822年の学術史メモアールジュミュージアム、ナショナル D、イストアールナチャールにおいて、フランスの動物学者、アシル・バランシェーヌは、種目ザメの一種としてザギナ・トゥーズを記載した。種商名トゥーズは、ラテン語で、対を意味する。 バランシエンヌはこの中で、フランスのニース、南米のカイエンヌ、インドのコロマンデル海岸から得られた3個体の標本に言及している。その後1世紀以上、分類学者は、バランシエンヌの記載を、ひらしくざめに対応するものであると考え、この種にザーギナ・トゥーズの学名を与えていた。1944年、ジャーナル・オブ・ザ・ワシントン・アカデミー・オブ・サイエンシズにおいて、スチュワート・スプリンガーは、 種目ザメの一種として、スファーナ・ビグローヤを記載した。1950年、エンリコ・トーティニツは当時まで残存していたニースと、海縁。1967年、カーター・ギルバートは、種目ザメの分類を再検討し、コロマンデル海岸の標本はおそらくヒラシモクザメ、であったが、その記載と正しく対応する標本は残っていない、ことを指摘している。このため、スファーナ・トゥーズは、 ナミシモクザメと対応させられるべきで、エスビグローイはそのジュニアシノニムとなるとされた。ヒラシモクザメには、バランシエンヌの記載以降に命名されていた有効名、スファーナモーカレンが与えられた。ギルバートは、ニースの標本をレクトタイプ、カイエンヌの標本をパラレクトタイプとして指定したが、後に、これがさらなる混乱を招くこととなる。1981年、 ジーン・コデネットとジャック・ブラシェイは、エス・トゥーズのタイプ標本を再調査し、これは、ナミシモクザメではなくエス・クール・ディの胎児であると、結論した。ニースの標本が別種であることは、現在、ナミシモクザメがアメリカからしか得られないことからも、裏付けられる。命名規約に従うならば、スフィラ・トゥーズは、エス・クール・ディのシニアシノニムとなり、 ナミシモクザメには再びスファーナビグローイの学名が与えられるべきである。だが、多くの分類学者は、学名の変更を好まず、ナミシモクザメをエストゥーズと呼び続けている。現状を、命名規約的に正しいものとするためには、動物命名報告最審議会が、ニースの標本から、レクトタイプとしての地位を剥奪し、カイエンヌの標本に与えるという裁定を行うことが必要だが、 関連する請願は未だ提出されていない。本種に関する最初の詳細な研究は、1985から86年に、クレムゾン大学のジョゼカストロによって、FAO への情報提供のために行われ、金色の退職が初めて科学的に記録された。退職は死後急速に薄れ、色素は固定液に溶け出してしまうため、 博物館の標本が黄色味を帯びていることは保存時のアーティファクトだとみなされていたのである。トリニダード等の漁師は本種をイエローハンマーヘッドゴールデンハンマーヘッドなどの名で呼び、後者はカストロによって一般化した名称となっている。他の英名としてはカレーシャークなどがある。各 DNA トドナを用いた分子系統解析では本種は内輪シモクザメなどの4種とクレードを構成し、 本種の姉妹群はスファーなメディアとなると考えられる。小型の種目ザメで最大でも1.5メートル、通常は1.2から1.3メートル、体重9キログラムにしかならない。体は流線型でかなり細い。セファラホイルは幅広くて前後にも長く、幅は全長の28-32%になる。前縁は大きく、こう描き、中央と左右にへこみがある。 幼体のセファラフォイルは、より長くて根が強く、中央のへこみが小さい。目は、セファラフォイルの末端に位置し、他の下刻めより体に比して小さい。窓下膜を持つ。鼻孔は、目の少し内側にあり、よく発達した溝が、鼻孔からセファラフォイルの中間に向けてその前衛を走る。口は強く甲を描く。片側の歯列は、上顎で15、16、下顎で15、17。 角波は一本の細い先頭を持ち、円は滑らかか、わずかに虚子状になる。上あごばは傾いているが、下あごばは直立する。第一背びれは高く、わずかに鎌形で胸びれの規定の後ろから起死する。腹気は第一背びれの後端から起死する。第二背びれは、第一よりは小さいが大きめで、公園は凹む。腹気の公園はほぼ直線である。 尻びれは、第二背びれより高くて長い。おひれ下葉場はよく発達し、上用公園の端には、欠国がある。川場は楕円型で、5本の水平流起が、公園の巨子に向けて走る。本種が最も特徴的なのはその体色で、背面と背びれは、灰色から灰黄色だが、セファラフォイルの縁、体側、覆面、胸びれ、腹気、尻びれは明るい木から大色で、 金属光沢を持つ。出生時には背面は灰色で、第一背びれとおひれ常用は黒く、覆面は白っぽい。4 5トルまで成長すると覆面が明るい、黄色となり始め、5 0トルになると大色となっていく。55から7 0トルの時に最も金色が鮮やかで、生成熟に達すると薄れていく傾向にある。 南アメリカのウルグアイからベネズエラで見られるが、オリノコ川の川口より西では珍しい。パナマメキシコフロリダ西部からも未確認の報告がある。他の地域からの報告は、分類の混乱に起因する古道帝だと考えられる。分布域では、最も豊富なサメの一つで、沿岸の深度5から40メートルの濁った、泥底上に生息する。性別、年齢ごとに群れを作り、 生後すぐの 40cm 以下の幼体は最も浅い場所に生息するが、数ヶ月でより深い場所に移動し始める。生体メスは、震度9から 18m で、成長した幼体と、生体 U は、震度27から 36m で見られる。塩分濃度 20-34ppt の、寄水域にも侵入する。 本種の分布域には4種の別の種目ザメが分布するが、生息環境と餌が異なることから、あまり競合することはない。本種は、濁度が高く、視界の限られる浅瀬の泥底で優先する種目ザメであるため、目は小型化している。生体優と幼体は、体の大きさによって分けられた群れを作るが、これらの群れは、繁殖や海遊とは関係していない。 生体イメスは単独性である。67センチメートル以下の容体は主に、クルマエビ科の手法パネーアスクロイリーを捕食するが、大型個体は、甲骨魚、特にハマギギカ魚ギ類やその卵を捕食するようになる。エビやハマギギの粘液、卵には、カロテノイド色素が含まれ、これにより、本種の金色の体色が生み出される。ハマギギの色素がエビに由来するものであるかどうかは、不明である。 同所に生息するキツネホシザメもこのエビを捕食し、本種ほど明るくはないが、同様の黄色い体色となる。ワタリガニか、イカにベカやアカシモクザメの幼体を捕食することも知られる。本種の生態は、オウメジロザメなど大型のサメに、幼体は大型の甲骨魚にも捕食されると考えられている。体色は保護色として機能するかもしれない。寄生虫として、 単焦類のルピコタリー・シュミティや、他の種にも寄生する、外部寄生性のカヤシ類であるイクスリゲイリアス、カリア・ピトレイトス・パンダース・サタース・ピー・クランキーなども知られている。他の種目ザメ同様に体性で、卵黄を使い果たした体児は、卵黄の王を体盤に転換する。成熟メスは、片方の卵巣のみが機能するが、子宮は両側が機能する。排卵は妊娠と同時に起こるため、 毎年出産することが可能になっている。生活史の詳細は生息地によって変化する。トリニダード島では繁殖には明確な周期があり、交尾は8から9月、出産は翌年の5月下旬から6月に起こる。妊娠期間は10ヶ月で、産死数は5から12。出産は生育場となり得る、幼体の餌の豊富な湾内の浅瀬で行われる。出生時は、 約3 0トルオスは8 0ンチメートルメスは9 8トルで生成熟する。ブラジル北部のマラニオン州では、これよりも生成熟が遅く、オスは9 2ンチメートルメスは1 0 1トルである。産子数は母体の大きさとともに増えるため、この地域の個体は19匹を妊娠していた例がある。繁殖期も異なり、 妊娠したメスは7から10月と1から4月に見られ、オスは5から11月と3月に繁殖の準備ができるようである。臆病で人に危害は加えない。沿岸の様々な魚種を対象とした伝統漁業によって混格され、肉は食用とされる。トリニダード島、ガイアナブラジルの漁業においては12を争うほど重要なサメである。 頭部の形状から全年齢の個体が主に刺し網で漁獲されるが、釣りや底引き網によっても少数が漁獲される。漁獲圧が強いことと繁殖力が低いことから、IUCN は保全状況を気球種としている。事例証拠からは、トリニダード島とブラジル北部では個体数がかなり減少しており、他の分布域でも同様の状況にあるようである。保護活動や、 漁業管理の対象とはなっていない。ありがとうございます。